号砲になりました。第5レース発走です。さあ真ん中4番の中松、そして内のコースからも2番の原井、九州勢からの前取りです。2番の原井健也が自ら誘導員との距離を縮めていきます。3番川木啓太は先週回1社でした。現在は3番手のアウト、インには1番の坂田翔がいます。坂田の後ろは5番の林成人マークで四国ライン、後方から6番の八木浩二がポジションを前段に進めておりまして、246九州ラインで並びを作りました。1番の坂田は初手、4番手ここにこだわって、3番の川木がバックを踏んで6番手に車を引いております。最後尾7番手が7番の田口守です。隊列は一本棒3対2対1対1で2周回目に入ります。先頭は2番の原井です。中身は先行1社の番組、この構成理をしっかり活かしたいところです。追走中松にとりましてはこの位置を守ってライン決着が理想の流れ、6番の八木が後ろを固めて、沖縄コンビが2番払いの後ろ2社追走です。1番の坂田は4番手、予選では道中吉川雄二と激しく競っていました。3番の川木と7番の田口、後方6番手7番手の2人がおのおの短期の戦いです。7番の田口が最後尾から動き出しました。4コーナーを回りきりまして、いよいよ勝負どころ3周回目。さあ追い上げた7番の田口、2番の原井健也がここは突っ張りました。その間に1番の坂田が1車すくう、6番の八木をさばいて3番手を取ります。八木は5番の林と絡みつつ、さあちょっと両者が1番坂田の内差し込んだ感じ、競り合っています。さあ前では2番の原井健也がペースでここはかけていきそう。4番の中松、そして6番の八木がその外に追い上げて3番手もつれます。さあ競争は最終周回、激しい3番手のもつれ、1番の坂田が内、外が6番の八木、さらには5番の林、そして3番の川木、最後尾7番の田口。隊列は1本棒で2コーナーから3コーナーへと向かいます。2番の原井がぐぐっとペースを上げて、4番の中松がそこに続く、1番の坂田が3番手を取り切って、6番の八木が4番手、4コーナーを回りました。先頭2番の原井健也、2番の原井内を続いた、1番の坂田ですがどうか、2番の原井まずは押し切っているか。第5レース特一般戦の1組目です。3番手、さあもつれにもつれてこの位置を取り切った1番の坂田が最後足をためての中割り突っ込み狙ってきましたが、2番の原井健也がまずは押し切りました。2着1番の坂田、3着4番の中松です。決定放送お待ちください。第5競争でした。お知らせします。ただいまから佐世保競輪第5レースの審議 VTR を放映します。6番選手は第3周回バックストレッチ付近において5番選手を大圧し、外帯線内を走行する1番選手の内側に差し込んだので失格となりました。